Thank you.
死さえも辞さぬ戦士を救うため。 私に戦いを挑むと身の程知らずめ。所詮貴様。 戦闘開始だ。やるぞ。 戦い。
私戦いを私に出会った運命を呪う放送敵部隊敵部隊総帥サイコミの実用化によってニュータイプの軍事利用は現実のものとなりました。ニュータイプの実戦投入を許可していただけないでしょうか。ニュータイプの力をもってすれば形勢は我らに大きく傾くはず。フラナガー博士にニュータイプの調整を急がせます。報告します。支持率向上の影響で将兵の戦意が大きく向上しています。戦いが
より。Thank you.
辞さぬ生死を救うため我々は最前線へ馳せ参じるのだ。この戦は未だ勝機あり。私は冷静だ。そろそろ頃合いだ。一発かますぞ。敵を撃破したぜ。まずはお前からだ。それにしちゃ弱すぎる。勝利のためだ。俺が死。
敵軍。Thank you.
に出る。くぇ、構わん。目標、どうにか勝ったけど、まだ気は抜けないようだね。よし、
ントを。報告いたします。シャリア・ブルが木星より帰還しました。よく戻った、シャリア・ブル。折り入って頼みがあるのだ。キシリアのニュータイプと接触してほしい。ニュータイプであるお前には可能なはずだ。私がニュータイプですって？私にはそのような力はありません。貴様のことは貴様以上に知っているはずだが、俺が何を考えているかわかるのだろう？キシリア様の行動を監視しろとおっしゃるのですね。さすがだな。そういうこと。報告します。ソーラーレイの開発が終了しました。飛行場の問題からソーラーレイは1回しか使用できません。このことを考慮して使ってください。サハリン家のギニアス様から要塞強襲用モビルアーマーアクサラスの開発計画が提案されました。予算の投入をご検討ください。戦いの長期化に伴い戦場はあらゆる場所に拡大しています。モビルスーツの用途は多岐にわたり、全ての要求を満たすことは不可能です。この問題に対し開発部から局地専用モビルスーツ開発計画ペズンが提案されました。予算の投入をご検討ください。報告します。参謀部よりコロニーレーザーの使用が提案されました。開発により新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部